手足の長さ、体の大きさは戦い方に関わってくるから、よく確認してくれよ。ボディースタイルはな、どちらでも運動能力に差はないぜ。体が大きいと攻撃を当てやすいが、逆にそれだけ当たりやすくもなる。自分の顔って改めてじっくり見たら、こんなとこにほくろあったっけとか思わない？